りが今日なんで、ちょっとナングラをしないとということで。そうですよ。ナングラの今回のお題が、どうぞ。今回のお題は、トリックオアトリートの後にお菓子をあげたくなるような一言です。はい、みんななんかある？マジ投げ投げありなんかある？お菓子をあげたくなるような言葉、トリックオアトリート、なんて言われたらお菓子あげたくなる？可愛い一言ですね。可愛い一言、皆さん得意ちゃいますよ、ね、うん、言ったことない。あ、読んだ？なんか読んでないな。読んだ。お風呂好き。読んだ。お風呂好きかな。読んでないんやけど。今髪型こんなんじゃなかったっけ、お風呂好き。え？確かになんか結んでたような気がする。髪長いですよね、確か。お風呂好き。あれ？ちゃうかったっけ。え、男性じゃないだって。え？男性ですよね。三つ編みしてんの？え、してなかったっけ。調べます。うっそ、でもなんかイメージある。あ、帽子かぶってたんちゃいます？こういう耳隠す帽子みたいな冬の。いきます。顔は浮かぶけど髪型のとこだけモザイクかかってるんやけど。全然違うやん。全然違うやん。帽子かぶってるやん、フードか。え、すごい、この服以外の姿初めて見た。そんなこと。ちゃんと、はい、なんかすごい。いいんですよ、お風呂スキーの話は。トリックアトリート。お風呂スキー懐かしいな。トリックアトリート、お菓子をください。怖い。トリックアトリート。鼻にイヤリングをつけようとしてきました。鼻ピン。はい、前代未聞です。お菓子一つにつきハワイ旅行プレゼント。うわうわ、行きてぇな。え、どういうこと？お菓子をあげたくなるような言葉やんな。そうですね、あげたくなるような言葉。お菓子をあげたくなるような言葉。ブラボー、ブラボー、ブラボー。お菓子をあげたくなるような言葉。何したん、あれ、あれ、ハロウィン、はい、ナングラしてます。何したん、さっきのやつですよ。え、どれ、お菓子送れないと言ったっけ、さっきなんか、はい、待って言ってたっけ、石にしちゃうぞって。あ、言ったやないですか。あ、れもう忘れて。あ、トナキやん、あれやん、あの、そうです、そうです。シヒさんが斜め前におられます。コーヒー微糖飲んではります。ワンデーペットボトルの方です。500ml、 600やった、多いね。カフェイン過剰摂取。美味しいですか？うん。左手で持ってます。蓋閉めてます。右手で蓋閉めて、チャックを、チャックをチャック閉めてます。え、気をつけてください。ミカナ昨日チャック閉めようとしたらこんなんなったんですよ。なりますね。なるほど。やばいやろ。これファスナーの跡ついてる。しっかり、めっちゃ痛い。なるほど。めっちゃ気をつけてみんな。鋭いジッパーです、ね。噛んだ。そう、ジッパーで噛んだ。めっちゃ痛い。そう、ミカナ元気を出して。ね。元気をして眠そう。眠。どうでした、演技の方は？むずい。むずい。でも楽しい。いいことですね。見てた？はい。見てないやろ絶対。はい。寒いですね、今日は。うん、言えますね。生田かわいい。いいですね、制服。いいの来ました？コメント。うん、どちらですか？むずいよな。むずい。考える方、みんなも難しい。むずい。ピース
のくだり、あ、ピースのくだりは聞いてましたよ。小指はずいって、小指のやつでしょ。うん、え、本当になるんですか、にゃんさん。あ、でもなるかも、めっちゃ。ほんまや。何してるんですか、ちひさん。食べた？食べました。何が？え、お先言ったやないですか、焼き芋や言うて。これ誰の？私の焼き芋や言うて。いいよ。無理、焼き芋なん？なんか味が焼き芋なんですよ。これ何なん？マシュマロ。マシュマロ食べていいですか？マシュマロ中に焼き芋の味が入ってるってこと？中になんか焼き芋の入ってました。あ、絶対嘘ついて、この顔は嘘つくときに。なんか今でしょ。え、何も入ってないんやけど。いや、入ってないんです。え、いや、嘘つくときの顔だね。なんなん。え、でもなんかさっき、え、これ、はるちゃんこれ食べたん。うん、ちょっと、え、なんかさっきなんか中パンプキンの味みたいな言ってたやんな。うん、え、なんかでも、れいこちゃんが言ってたやんな。うん、かぼちゃなんか、栗なんかわからん。あ、栗？焼き芋じゃないの？やばいやん、もう全部違うやん。え、何も味ないんやけど。ただのマシュマロ。それはちょっとなんか、あれちゃいますか？味してますか？マシュマロの味ないの、ただの。焼き芋みたいな味したよ。はるちゃんです、今のは。うん。うん、めっちゃ真剣に考えてくれる。いたずらしちゃうぞ、うん、それ逆におらんくない、それ。あ、ちかじけさん、お菓子をくれなきゃいたずらするぞ。あそこにある。セリフくれると思ったらお菓子くれた。あそこにある。お菓子の居場所を教えてくれた。でもね、違うんだよな。お菓子で本当にね、置いてくれてたんですよ。これと別で、親さんお弁当で。めっちゃ面白い。なんか考えてくれるかな。そう、期待したら。あそこにある。ほんまのありかを見つけた。面白い。そういうことじゃないよな。ぽよさんはいい人です。ぽよさんって呼んでんの？はい。配信の時だけ。ピロちゃんぽよさん。はい、ぽよさんピロちゃん。ぽよさんピロちゃん。ぽよさんピロちゃん。仲良し。ね、ぽよさんいい人ですよね。そうでもないらしい。やめてよ、何も言ってない。無言の圧に。あ、面白い。ちょ、もう一回言ってみて。おかしげさん、おかしげさん、はい、お菓子をくれなきゃいたずらするぞ。いたずらするぞ。いや、トリックアトリートって言ったらいいんだ。あー、そっちか。日本のジャパニーズはダメだったんですね。英語でいかなきゃ。もう一回いつか取るかな。もう一回早く来て、ほやさん。いつも楽屋はこんな感じで楽しんでおります。ほやさん、面白い。あ、もう壁になった。壁モード。私は壁です。何も話しかけてください。何か言うとります。何でもバシバシ答えます。バシ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 答えます。ほんじゃあトリックアトリート。やめてください。それはなしです。シリみたいな感じ、ね、映さないでください。私は壁です。そこには人はいませんよ。余白がすごいですよ、この画面。すごい、レフ板効果みたい、白い。余白がなぜそんなに開けてるんですか。がっつりお顔が映ってます。見てください。これ以外に言葉が思い浮かばないから、もう見てください。コメント決めた。けた塗り壁って。そう、トリックアドリートなんですよ。そうなんですよ。そんなことより壁なんてどうでもよくてね。私は壁です。壁なんてどうでもよくてね。役がめっちゃ喋るって。
余白がめっちゃ喋る、ね、壁そういう、そういうスポットとかありますよね、なんか手入れたら占いしてくれる、そんな感じ、そんな感じ手入れたらトリックアトリートピッ違うって飲みたい、これそれピュンでしょ、ピュン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 、やばやばです、今ベップさんお元気かなお元気でしょうか、久しぶりですね、トリックアトリート、なんかマシュマロ嫌いなんやった、そうなんで食べたんですか後味を悪いなと思ったらあれなんでですか、味が、うん、なんかあんま頭痛くならん、頭なんか甘すぎ、お腹痛くなったりしたりで、ね、甘すぎ、ちょっと苦手な人にはよいかな、皆さん考えてくださいよ、トリックアトリート、お菓子をくれない、えトリックアトリートの後か、うん、トリックアトリートに続くお菓子をあげたくなる一言、うん、お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞみたいなってことなんですかね、うん、あトリックアトリートがその意味なんですけどね、むずいよねこのお題、ね、お題に文句言ってわざ背負い投げしちゃうぞみたいな1個3日ってことは1個さん、むずいなお題もっかいって、トリックアトリートにの何、トリックアトリートにトリックアトリートの後にお菓子をあげたくなるようななるような一言です、フリックスでしょ、ありがとう、森子でいいじゃん、トリックアトリート、ありがとう、私をくれなきゃ、なんか可愛い怖い言葉なんですけど、私をくれなきゃ、なんか心身そっち系やったな、みんな何言ってんの、みんな何やってんの、なんか心身とずっと会えなくするぞみたいな、可愛い、可愛い、さすが近いよね、可愛いのか、そう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 、私をくれなきゃ、毎日同じご飯食べさせるぞ、お菓子を くれないなら金をくれって確かにそれをあげたくなるな、金あげるくらいな、え、これって動画なん、動画、うん、誰が言った、公式です、聞いてないって、しかも横向き、そんなルールあんの、え、嘘、マジで、あ、嘘かも、みんな横で撮ってたから横だと思った、そんな、はずいって、はずい、はずいって、書いてないですし、あのメールの方に来たし、あ、私たちに、うん、書いてないし、動画ははず、はずいことは言いたくないな、お題の回答動画1分以内、何言おうとしたんですか、とハッシュタグなんぐら、ハッシュタグハロウィン、あ、ハロウィンもいるんですね、あら、トリックアトリート金子さんに今言ったらレッスンもらいました、なんでしょうこれは推しです、推し、推しね、カジコさんが推しね、金子ちゃん持ってかないと、次からまた帰ってきはりますよ、え、売られてんのそれ
これしようかな。トリックアトリート動画やから何でもいいやろ。そうですね。あ、そうしようかな。 ある意味、うん、そうですね。字のとこ書くのむず。この字のとこ書いてないけど書かなかった。金子さんの責任できるってことやろ。受けんくても金子さんが滑ったことにできるからそうしよう。悪い人や、うん、悪い人やで。決まりましたか。あ、確かにちょっと先輩立たしてるわ。本当だ。あ、かわいそうに。だから私は壁です。私は壁です。何でも何でもどしどししちゃってください。私は壁です。壁さんめっちゃ映ってます。なぜ映すんですか。壁になぜ衣装を着てるんですか。ほんまや、脱がせないと壁さん着ちゃダメですよ。勝手に脱がしてくれるんですか。ちょっとお断りお衣装着てます。今日は壁さんがレアな日ですよ皆さん。怖い怖いね。今日はレアな日や、ね、何してたっけ。あ、ハロウィン、ハートがいっぱい飛んでおります。いいエフェクトみたいな。どないですか。来ました。何してんだこれ。チームメイもこんな感じな。はい、いつでもお越しください。うんこりゃ来ないな。うん、大変そう。楽しいです。来たらヨボヨボになって帰っていく。こけてこけて帰ってくる。飼育員足りてないからな。飼育員さん2人ぐらいしかおらんな。前田飼育員と安倍飼育員しか。うん、大変そう。原飼育員寝てんの絶対違うよ。一番大物動物やろ、うん、やった、目玉商品パンダみたいな存在ですか。うん、嬉しいですね。動物さっき見てましたもんね、ニフレルの、うん、皆さん知ってますか。ニフレルインスタしてるんですよ、インスタライブしてるんですよ、今日はあのホワイトタイガーのアク、はい、アクアアクアアクアちゃんかな、うん、マジインライしてるんや。知ってます知ってます。ご飯食べてたわ、ね、なんでした。なんか赤い丸いのみたいなの食べてる、ね、かぼちゃハロウィン の中にお肉とか詰めて。だからなんかなるほど、すごい素敵、うん、そんな。はい、壁は喋るよね。お疲れ様です。だって私は壁です。何でも話しかけてください。バンシバシビシビシ。ちっちゃい声で怖いって言ったんです。バカニャンです。バカニャンです。バカニャンです。ショールームしても大丈夫ですか。はい、はい、あでも全然ここで壁やから壁背景してもいい、うん、背景にしていいよ全然。面白い、かわいい。そんなことはいいんです。はい、トリックオアトリートの後にお菓子をあげたくなる。めっちゃ考えてくれてる。一番考えてくれてる。自分のショールームするときにこれ永遠に言ってたから、ね、全然コメントでこうからみんな考えてくれてる。そうだよ、なんか面白い。壁の主張が強い。そうなんです。壁の分際でこの壁はうるさい日なんで。どういう日なんで。さあ、そうですそうです。今日はハロウィンだから。ヘイ壁って言います。シリ的な。ヘイ壁、すみません今日の天気を教えて。すみません、朝から地下にいるのでわかりません。確かに一歩も出ていません。地下に聞きたいな。お題なんだっけ、トリックア
トリートの後にそれしか聞いてないお菓子を思わずあげたくなるような一言一言りょうさんとそればっかり覚えてる面白いみんな素敵なの考えてくださいねえー、今日雨降ってたよ、話をそらすなよまた言わなあかんなったやん名倉のお題、はい、トリックはヘイ、すみませんよくわかりません説明してくださいよヘイカベ、はい、名倉を詳しく教えて、はい、トリックはトリートの後に続く思わずお菓子をあげたくなるような一言を考えてください、はい、一緒に動画に収めますね。ヘイカフェヘイ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 、あ、制服着て撮るなら学生服は、あ、確かに、生田、それ剥がしましょうね。生田でいいよ。ほんじゃ演じてくださいね、ちゃんと生田でやるってこと。女優みたいなのが見られる。そうですね、ずっとね、地下にいますもんね。また話そうさー、振られた、ごめんちゃい、もう言わなあかんやん。いい匂い。お風呂入ってないの、衝撃的に。いや、嘘に決まってるやん。え、信じた今、うん、はい、その反応結構信じられちゃう感じに言われたから、うん、結構びっくりした今。信憑性ある、まだ嘘やろみたいな。でも綺麗好きですもんね、うん、結構ね。確かに大丈夫、いい香りしますよ皆さん。えーって言ってる、クソさとかやめてアイドルはいい匂いね、汗もストロベリーの香り、ほんまにそうストロベリー。え、家に人あげれる？お家にね、あまり人来ないんでしょ悲しい、あげれる以前の問題行きたいって言われて、いや、もしじゃあ自分が一人暮らしして、あ、一人暮らし、なるほど。来てもらうよりから行きたいな、うん、みんなのお家に行きたい、気になる、どんなところでどんな風に暮らしてるのか。うーん、でも帰り楽ですよね、自分の家来てくれたら、うん、バイバーイでさ、そのまま寝れるからね眠たい時には助かる。なんで？あげれない、あげれないっすね。え、そうなんですか中野未来が来た時に止めたんやけど15分で帰ってほしくなった早くない？なんで？でも仲良しですもんね。なんで？何を？小島とか来ても、うんうん、自分が読んでも、うん、絶対に、うん、嫌になっちゃいます、うん、ええー、あ、でも途中で嫌になるのは分かるかもな、はい、どういうことですか？ま、なんか、ま、話して、うん、話すだけ話して、うん、帰ってほしい、ま、え、この前割と長時間いたんですけど、ね、なんかさ、いや分かる、なんか別にでも、うん、いいってまで帰ってともいい、うん、言うまでもないけど、うん、全然いてもいいんやけど、うん、いてもいいんだ、あ、いいよいいよ、絶対待ってくれてもいいけど、うんうん、まあ、なんか、これ何も思わへん人やねんな、ね、にゃんさんとこの前 ね朝から晩までね、そう、ずっといたそう、割とずっといたから何もね、思わないというか楽しい、普通に、うん、よかった、めっちゃ嫌やったって言われたらどうしようかな。誰や、話変えた今、ハロウィンの話から。誰や、にゃんさんちゃうか、にゃんさんちゃうよ壁が、誰が話を変えたか、壁が答えよう、はい、私だ、うん、そうですね、15分が限界っていうね、ショールームショールームの15分くらいってことですか、お話ししてるくらいの時間ですか、誰が来てもやれる、なんでなんですか、うん、うん、でも
来てこんかったらこんかったら寂しい。だから難しい。15分ずつシャッフルみたいな感じでやばいやばいよ。トリックオアトリートの後に続く思わずお菓子をあげたくなる一言。でもさ、人が来るより人んち行く。戻されましたよ。行く方が行く方がミカナ向いてないかも。なんかもう一回言ってください。聞こえません。お前が喋るからやろ。なんか人に来られるより家に行く方が帰りたくなるかも。あ、どっちも。自分から行っていいって言ってご飯だけ食べて帰るわ。私多分帰りたくなる。え、なんでですか？泊まるってしてても帰りたくなるな。帰るのめんどくさくなっちゃうんですよ。泊まってもお風呂入ってさあ寝るぞってなって、寝てる途中で帰りたくなるもん。なんで寝てる途中で帰りたくなるのはわからない。それはちょっと違いますか？違いますね。生田さんはどうなんですか？生田はなんかめっちゃ綺麗な家ならいける。難しいね。ハードルが上がりました。なんかちょっとでも気になる、なんでここ片付けんのやろとか、なんで掃除せんのやろとか思うとこあったらめっちゃうわってなっちゃうかも。帰りたいってなるかも。この絨毯どれだけ洗ってないやろ。ああそう、ああ、そうそういうの考えたらなんかうわってなっちゃうかもな。めっちゃ流れ星流れてる。そう、ありがとう流れ星。じゃあニャンさんのお家めっちゃ綺麗ですか？って言われるとまあ綺麗な方ではあると思うけど、綺麗やな。しおりさんも？綺麗？いいですね。大事ね、清潔感。いいな。いつかお二人のお家に行きますね。家来てすぐお風呂入ってな。そのタイプですか？入ってほしいかもな。シャンプー使っていいんですか？いいよ。なんでダメとかあんの？いや、わかんない。それダメっていう人いてるから。どういうこと？わかんないですけど。減らしてほしくない。そんなのいくらでも使っていい。勝手に使わんねって思われるかな。足は気になるかも。拭いたらいいですか？足洗ったらいいですね。あ、お風呂入ったじゃあもうすっぴんでってことですか？おー、面白い。スピ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 マン。なんでそう、それ知らん。あるんかと思ってそういうのが。面白いですね。メンバーのレアな事情聞けました、ね、何グラですよ。そうよ。みんなトマト好き？トマト大好き。好き。みんな好きみたいや。なんで？なんですか？トマト買ってくれるんですか？地下にずっといます。ああ、ちかしげさん。トリックオアトリート。ミックスジュース買ってきた。やったー。違うんだよな。欲しい言葉それじゃないんだよな。面白い。違うんだよ。面白い面白い。ちょっと壁おらんくなったから真剣にやろう。壁の隙に、トリックアトリート、うんうん、これさ時間かけて考えるもんじゃないんだよ。そうそうそう、パッて出てくるのがね。地下茂の地下はそっちの地下じゃない。確かに地下にずっといるけど。確かにいつでもいるけど。ずっといそう。今度なんかメールとかで近重さんって言ってみようかな。近重さんって。あえて。びっくりしたです。いいの考えてください。あれあれあれ、手ぶらで帰ってきはった。なんかコップに入ってました。コップにミックスジュースが入ってました。お、そういう感じか。なるほど。ストローは刺さっていませんでした、うん、このぐらいの大きさのコップにミックスジュースが冷蔵庫の中に並んでました、うん、なるほど。なんで取ってきてくれんかった。本当になんで取ってきてくれなかったんですか。そういうあれやったよね、空気やったよ、ね、結構キンキンやったからなんか今ちょっと違うかなと思って。面白い。あとそんな
3つも持ってこれるほど陽キャじゃないと。壁です、私は壁なんです。壁ならできる。わかにゃん、私は壁です。かわいそう、かわいそう、シーシー言われてます。すみません、あの映像が乱れてしまいました。すみません、すみません、あのお詫びします。あの放送事故です、すみません。怒られるわけじゃない、すみません。完璧です、先輩。そう、もう大先輩でございます。こちらの方、みんな親知らず抜いた、はい、抜いた、全部、はい、下に本抜いた。出てないんですか、下に本抜いただけ。抜いただけ、あ、上抜いてないんですか。上履いてる。上、ね、いくた履いてる。上、いくた上ないって言われた。あ、あでも下しかないって。ね、上。若ちゃんに質問です。壁が親知らず抜けましたか。それでしたらいいんちゃいます。お菓子をくれないと親知らず抜いちゃうぞって。意味わからんやん。親知らず抜いちゃうぞ。今僕が質問してるんです。若ちゃんに抜いてないです。え、親知らず抜いてそうな顔してるのに。確かに真面目に言われた。え、めっちゃ親知らず抜き顔じゃない。すぐ抜き顔。めちゃくちゃ親知らず抜いてそうな顔してるのにな。どんな顔。しょっちゅう抜いてそう。そうでしょっちゅう生えてくるの。すぐ生えてきてすぐ抜いてそうやのにな。おかしいな。おかしいな。トリックはトリート。ああああ一番おもろい。おかしいよね、私たちのおかしい。トリックはトリート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 。あのナングラ、ナングラって知らないですか。あ、知らない知らない。知ってる。あ、ナングラ、あ、知ってるか。トリックアトリートの後の素敵な言葉をください。お菓子を思わずあげたくなるような一言。どうぞ。スタッフさんに今携帯で文字見せるとかでもいいんで。写真はまだ。トリックアトリート。近重さん。近重さん。トリックアトリート。しょうがないな。そろあげよう。これは食べ物じゃありません。後で使えるからそれ。アイテムゲット。タタラタッタラー。ミックスジュース飲むときに使えるから。絶対それ用ですよこれ。めっちゃ考えてくれてる。お仕事せなあかんのにめっちゃ考えてくれてる。めっちゃ考えてくれてる。皆さん開演時間遅れたら多分これ考えてくれてるからです。すいません、ごめんなさい。本当にお前言ってる前やばいよ。今何時？6時半です。何時？7時15分だから7時ですね。まだまあまだめっちゃ考えてんの。むずいよなこれ。お菓子をくれなきゃ親知らず抜いちゃうぞ。あれどういう意味？親知らず抜くで。あ、いいだ。あ、めっちゃ今目が合った気がしたけど合ってる。トリックアトリート。トリックアトリート。あーなに、あ、まだ見つかってないの。かわいい。困らせてしまった。キャプテンをめっちゃ考えてくれてる。あ、ちなみにミカのやつです。お菓子をくれなきゃ。え、めちゃくちゃ考えてこれですか。悪い人や。誰よりも考えてましたよ。じゃあさんが考えたのが、聞かせてください。トリックアトリート。お菓子をくれなきゃピロピロしちゃうぞ。え、めちゃくちゃ考えてる。ええじゃないですか。これめちゃくちゃ考えてた。このそれでいきましょうか。めちゃくちゃ目つぶりながら考えてる。めっちゃ考えてくれた。これ使うな、これは。びっくりした。はい、これは使わない。決まりですね、これは。決まりました、皆さん。配信終わりました。ほんまに言ってますか。ほんまですよ。本人が使わずに、違う人が使うっていう、しかも。ああ、取られたのか。なるほど。
びっくりした。ピロピロはでも入れてますよ、一応。びっくりした。落ち込んでます、皆さんに。じゃあしゃあないから、そうしよう。しゃあなしでした。しゃあないから、めちゃくちゃ考えてくれたから。ね、結構悩んでくれはった。そうしよう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあんま納得いってない。ちょっと腑に落ちない。もっとできると、もっとおもろいのを考えれると。あ、じゃあ思いついたら今日までです。そう、今日締め切りですもんね。思いついたらちょっとお願いします。またね。もうちょっとショールームは終わるんですけど。うわ、なんかしてる。私は壁です。壁がなんかしてきます。コーヒーを買っていかれました。ありがとうございました。ありがとうございます。またのお越しをお待ちしております。じゃあ終わりますよ。あら、ま、ミスって、いや、どうしよう。どうしよう。まあ。24時までに募集ですね。うん、この後のツイートにもお気軽にお待ちしております。じゃあ終わります。私は壁です。じゃあ終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。劇場に来る方はお待ちしております。気をつけてお待ちください。トリックアトリート、私は壁です。何でも話しかけてください。バシ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 話しかけてください。トリックアトリート、え、なんで来たんですか。え、なんで来たんですか。段取り確認したくて。あ、そういうことか。そう、あ、押しております。わかりました。終わります。オッケーオッケー。ごめんね。トリックアトリート、私は壁です。うなずきだけ。すごい冷たい目線でした。いいな、トリックアトリート。じゃあ終わります。ありがとうございます。